俺も今日から父親だ。やっと会えた。クシナ、体は大丈夫？ありがとう。人中力から離れろ。美和子様、大臣。こいつ一体この結界をどうやってすり抜けた？さっさと人中力から離れろ。この子の寿命は1分で終わる。待て、落ち着くんだ。クシナ、俺は最高に冷静だ。ナルトに怪我はない。狙いはクシナ。無理やり飛来神の術を使わされた。何のつもりなの？常にミナトがお前を守る。だが今ミナトを遠ざけた。そのマーキングがお前の封印式に書き足されている。樹式マーキングのある空間から空間へ瞬間移動する。ミナトの瞬身の術。しかも出産でキュービの封印は弱まっている。何だと？お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。このわずかな隙をどれほど待ったことか。ナルト、少しの間待っててくれ。ここなら安全だよ。今すぐ母さんを助けに行かないと。さあ出てこい、キュービー。キュービの人中力だったお前だ。こいつで殺してやる。ナルトは無事なの？今は安全なところにいるよ。この葉へ向かう気よ。いいから。すぐに戻ってくるよ。口寄せの術。やれ、キュービやらせない。なんだ、あの術は。
木の葉の結界に引っかかることなく出入りできる忍び。うちらはマダラなのか。さあどうだろうな。どちらにしろただものじゃない。ここでケリをつけておかないと、この先キュービー以上に厄介なことになる。二代目や俺以上の時空間忍術、俺はこいつをここで仕留めなければ。雷神ニノだったよ。油断も隙も。そうか、飛来神の術、俺の体のどこかにマーキングを。これでキュービはお前のものでなくなった。